俳優の梅宮達夫さんが今朝亡くなりました81歳でした関係者によりますと俳優の梅宮達夫さんは今朝7時40分神奈川県内の病院で慢性腎不全のため亡くなりました梅宮さんは去年9月に前立腺がん今年1月に尿管癌の手術を受けていました2016年に 十二腸乳頭部がんを患いこれまで6度のがんを経験したことを長女のアンナさんが明らかにしていました梅宮さんは東映のニューフェイスとしてデビューし俳優やテレビタレントとして活躍しましたまた実業家や料理家としても知られていました